やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。まあ俺の住んでる町錦糸町ですね。ここはいつもこうやって散歩してるんだけど、まあ配信のテストがてら、ちょっといつも同じところをくるくるするんだけどさ、ちょっと遠出してみようかなっていう。いや、こっちは治安がいい方だね。治安悪い方はちょっと神社と別だから、また今度行くわ。治安悪いさ、レンタルルームだったり風俗とかバカバカある通路は、まあ、今度紹介してやるよ。でここからは錦糸公園ですね。ポケモン GO が流行った時に、ここは何の巣だっけな、ブーバーだっけな、なんかの巣で賑わってたはず。上野公園とか世田谷公園とか、まあ、錦糸公園はかなり有名なスポットだった。公園の中歩いていくか。今日は雨だからいないけど、休日にここランニング来ると、あのね、大学生がさ、レジャーシート引いてたむろしてんの。もうここら辺で飲んじゃいけませんよって書いてあるんだけど、もうカップルばっかだね。カップルとか大学生6人組みたいのがそこら中に座ってお酒飲んでる。で最近俺ここ来てないんだよね。なんでかっていうと、なんかね、バケモンみたいなネズミが出んのよ。でネズミが今出る通路に行ってんだけど、俺取れたらラッキー。今珍獣ハンターしてるから、俺本当にこんなサイズのネズミいるっていうレベルのネズミがおって、今珍獣ハンターしに行ってるから、ちょっといたらラッキー。待って、ネズミ探しします。ネズミ探し不思議すぎるでしょ。ネズミ探し配信。錦糸町いい場所だね。こっちはいい場所。いる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 、います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 、ネズミです、ネズミです、ほらネズミです、おいネズミ食べた。絶賛いました、はい、いました、ネズミです。こんな感じでワンサカいるんです。でかいでしょ。もうここら辺ほらネズミ駆除中っていう看板もあったりして、ほらほら、今トミジャパンはネズミを捕らえましたよ皆さん。記念すべき1匹目だな、珍獣ハンター1匹目。ここが俺がよく行く中華屋さん、美味しいんだここ。出前がやってなくてクレジットカードも使えないという、ちょっと古の中華屋さんなんだけど、味は確かなんだよな。高くない全然。古の中華屋さん、中華、うん、高くない。半年ぐらい前に母さんを連れてここに来たんだよな。着きましたね。亀井戸天神社、亀井戸天神社。おお、夜でも雰囲気あるな。見て、人っ子だ、人っ子一人いない、人おらん。もうちょっと怖いんだけど。うわっ、すごっ、水が出てる。これは手を洗う場所だ。水がちょっと出てるよ、ほら。ほら、びしょびしょ、失礼のないように。スマホが賽銭箱の中を押したら終わりね、配信は。浄化された。さあ、ちょっと人だかりのある方向を通って帰ろうかな。よし、帰宅と。びっくりした。もうやめろって、マジでマジでやめろ。スタンミマガオ、おい、やめ、スタンミマガオやめろ。なんでこれ、なんでこれなるの。
れ下見マグ鳴るの？ちょっと待って、ちょっと待って、おいマジでやめろ、配信やめないと。まあでも長さ的に次回の散歩配信がスカイツリー行って帰ってくるだけって短くなっちゃうから、スカイツリー行くか。上の方雲で見えなくなってねえから大丈夫かな。向かいます、今からスカイツリーへ。これ何色なんだろう。大体は日本国旗色なんだけどね。オリンピックの時はなんかオリンピック配色になってたよ。これ何をイメージしてるんだろう。ただエッチなだけ、これただエッチなだけです。今日はおお、お上見えるじゃん、ちょうど雲が生えてる、いいね。今のうちじゃね、これ行くの。ちょっと走るか、ちょっと走ろう、走るぞ、真下まで行きたい。行ける行ける、これ間に合うぞ、いいの見せられる。ほらほら近づいてたの分かる、ほら、おー、コメントが俺の思ったのと違うんだけど、綺麗じゃないの、違くて、これは君たちのために走ってるんだが、ワンちゃんいる、柴犬だ、かわいい。こんにちは、バイバイ。気になるの、あ、おしっこだ。めちゃめちゃおしっこしたわ。怖いって何？散歩してるワンちゃん話しかけんか？いや、これはウィンウィンなんだよね。こっち話しかけてるこっちも嬉しいし、話しかけてるその、ああ、いよいよもう近くまで来ましたね。多分あともう5分も歩けば真下に行けますよ。座って、サムネ撮影していい？なんか明るいところで。どうすればいいの？はい、はい、やばー、こっちまで来たの初めてかもしれない。うーわ、ここどうなってんの、なにこの、な、え、なにこの川、これなに、これないよ、ここのエリア何、噴水みたいのがある、ほら下降りてみたよ、やばないこれ、ほらほらほら、うわやば、ここからの角度やばいわ、ここら辺、やべ、入りきんねん、どうすりゃいいのこれ、来た来た、
ち雰囲気は。まあ、近々浅草に行こうと思います。浅草に徒歩で浅草散歩です。橋のところライトアップされてるか際どい。え、マジ行くか。じゃあちょっとカーナビして。隅田川どっち、川どっちだよ。ちょっと一回休憩、ちょっと1分休憩。歩き疲れた。黄色の三角ボタンで種類を選択してください。選択の プリクラ撮ればよかったな。プリクラ撮ってきゃよかった。記念にプリクラ撮ってく。記念に撮ってこうぜ。頭の先にラインが立っている。どこ見るって。カシャじゃないんだが。いいんじゃない。モニター画面を見て。悪くないんじゃない。囚人番号101やん。視聴者プレゼントしないよ。5万で売るって。なんでプレゼントしないといけんだよ。できた。見て、ほら囚人番号101、菅原優也。さて、ちょっと大通り出ました。はい、カーナビ頼め。ここ6号線、まっすぐが6号線でございます。あ、あるわ。あ、ここだ。近いぞ。もうちょっとで多分見えるぞ。一個言っていい？一個だけ言っていい？うんこしたいよ。マジか。めちゃめちゃうんこしたい。なんか歩いたことによって腸内バランスが整って、腸のマッサージになってうんこしたい。配信ダップンはレジェンドになっちゃうから一夜にして、ちょっと今度の武器に残しとこう。あ、もう俺終わったなっていう時になったらうんちします。その時になったらするから。あ、終わったな、スタメジャパン、あ、終わったってなったらうんちします。しかもノで行くわ。ノグソの方で行くわ。これ公衆便所じゃね。待って、神様が俺のために公衆便所作ってるぞ。ちょっと待って、マジで行ってきていい？ちょっとお前らこれカメラ見張っとけ。これ課長、これ草の中に隠してるから。見えるか？おい。え、誰だじゃなくて。俺です、ゆうやです。ゆうやです。誰だ。これで始まった時、誰か知らんやつが配信してた。クソおもろかったからな。完成コン、めっちゃ完成コンテンツだけど。ちょっとうんこ済ましてきてよ、みんな。うんこした。こんぐらい離れたら、あれ、見えるはずなんだけど。あ、ありました。皆さんありましたよ。金のうんこがライトアップされてる。あれは見に行こう。あれは見に行こう。あ、ちょっと見える片鱗が。あのさ、ぴょいって見える。いや、配信だって見えんか。待って、店に行くわ。あれ見て終わろう。ちゃんとライトアップされてるじゃねえかよ。幼稚園の時さ、あそこの高速を通ってさ、
年に1回キャンプみたいのに行くときさ、うんこだうんこだって言ってたけどさ、26歳になってもやってること同じってマジか。おお、へえ、おもろい。暗くて見えっかな。夜配信するときヘッドライトとかつけたいけどさ、そうするともういよいよなんだよね。その警察になんか問い詰められたときにもう言い訳はできないよね。もうなされるが ままの罰を受けるしかない。はいはいはい。ちょっと待って。ノーうんこエンドかもしれないんだけど、悲しすぎる。え、20時過ぎたら消されんの？マジで？なんで？ちょっと待って、さっきまで日が当てたの。え、今何時？今何時なの？今何時？え、この一瞬で消えたの？は？ってそういうアピールは。ってアピールいいって。一生光っとけよ。スカイツリー見習えしてんだ。なんでどこなんだよ。おいどこだ、おい最後ぐらい、どこだ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 。ここはここは来た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 。でどこかたまに止まるんだよ。よいしょ、よいしょ。というわけで第1回下散歩錦糸町編、ラストゴールは金のうんこということで、ライトアップありません。はい、スカイツリーとうんこダブルショットで配信は終わりましょう。あ、こうやって金の、あ、こっちの方がなんか綺麗に見えるね。お、いいじゃないか。うわー、ライト欲しかった。めちゃめちゃライト欲しかった。はい、というわけで配信終わります。テスト配信良かったね。また外配信します。お疲れ様でした。バイバイ。